皆さんは耳の部分見比べてみてください。どちらかが大きくてどちらかが小さく見えないでしょうか。はい、向かって今皆様から向かって左側の方が少し耳が大きく見えるかなと思います。今向かって左側がお姉さんの王妃、向かって右側が妹の桃浜なんです。こちらが私たち飼育スタッフも、まあ、似てる双子なんですが、耳の部分で一番見分けがつきやすいので、見分ける際は私たちスタッフも耳の部分で見ているんです。また細かい違いもその他にもありまして、ちょっとお姉さんの桃浜の方が鼻が低くて、妹の桃浜の方がシュッと鼻が伸びた感じの顔をしております。ちょっと輪郭も違ってますので、ぜひそういったところもご覧ください。さあ、それではそろそろ、約30分になりましたので、楽屋でどうぞ。